カビュは、フランスの風刺画家、ジャーナリスト。アラキリ、シャルリー・エブド、カナール・アンシェネなどに風刺画を掲載し、また、討論番組、反論権、子供向け番組、レクレーニなどのテレビ番組にもレギュラー出演した。1970年代に、反体制的、反軍国主義的な青年、ノッポのデュデュッシュ、ゲボン、無教養、偏教、人種差別的、女性差別的な、 フランス人男性のステレオタイプである、ボフなどのキャラクターを生み出した。2015年1月7日、シャルリー・エブド襲撃事件で、イスラム過激派に殺害された。パリの美術学校エコールエティエンヌに在籍中の1957年に、初めて週刊し、パリマッチに、彼のイラストが掲載された。1958年3月に、アルジェリア戦争に動員されて、 学業を中断せざるを得なくなったが、この時の口にできないほど恐ろしい体験から、彼は修正、反軍国主義の姿勢を貫くことになった。1960年に復員し、書論教授ことジョルジュ・ベルニエとフランスはカバナが、創刊したアラキリに、フレッド、ジャンマルク・レゼール、ジェベ、ジョルジュ・ボランスキラと共に参加。1962年から若者向け漫画誌ピロットに、 ノッポのデュディウッシュを連載。1966年、パリプレス紙に、パリで失踪を遂げた、モロッコの人民諸政力全国同盟の党首メフディー、ベンバルカに関するルポルタージュを掲載し、さらに、ルフィガロ紙に、この裁判の様子を描いた画を掲載した。1972年、ピエール・フルニエが創刊した、政治・エコロジー新聞、ラグルーベルトに、シャルリー・エブドのカバナ、 ボランスキ、レゼールラと共に参加。政治批判と合わせて、反核運動を含む、エコロジー運動も、彼の主な活動となった。1980年代からは、テレビ番組にも出演。政治風刺画を紹介する番組、反論権などのほかドロテの子供向け番組、レクレエーニにも出演して、子供たちのために顔を描いた。 子供たちのために画を描くなんて意外なことと思われるかもしれないけれど、子供を相手にするのは漫画家にとって理想的なこと。みんな12歳までは絵を描くのだからと話している。1970年から80年代にかけて多くのアルバムを発表して成功を収め、1982年からは主にカナール・アンシェーネに風刺画を掲載した。1992年、 湾岸戦争に反対するために創刊された風刺新聞ラ・グロスベルタのメンバーであったフィリップ・バルト・カビは編集長と意見が合わなくなり同志を離れ1982年に活動を停止していたシャルリー・エブドを再開することにした。カビの風刺画に登場したボフニー・ライは下凡、無教養、偏狂なフランス人男性を表す信号として辞書に載るまでになった。 襲撃事件の現場に捧げられた花束の中にカビのポスターリーバ2006年にシャルリー・エブドがデンマークの日刊誌に掲載されたムハンマドの風刺画を転載したとき、表紙に原理主義者にお手上げのムハマンドと題して頭を抱えるムハンマドを描いた風刺画を掲載。吹き出しにあるバカどもに愛されるのは辛いよという言葉が物議を醸すことになり、 イスラム教団体に訴えられたが、宗教批判の自由は信仰の尊重と同じように、重要であるイスラムの名において、テロ行為を繰り返している一部の者に向けられたものであり、このようなテロリストとイスラム教徒が混同される恐れは一切ないとして、無罪となり、シャルリーエ・ブドの風刺画からは、フランス文化、通信省にその功績を称えられることになった。また、この裁判については、 バカどもに愛されるのは辛いよというドキュメンタリー映画が制作された。2015年1月7日、シャルリーエ・ブド襲撃事件で殺害された。2016年6月、報道の自由、表現の自由、自由な精神の促進を使命とするミュージアムに、シャルリーエ・ブド襲撃事件の犠牲者が、バングラデシュ、ブラジル、コンゴ民主共和国、イラク、メキシコ、パキスタン、 ソマリア、トルコ及びシリアのブロガーや報道カメラマンらと共に登録され、同年9月には、インサイド・シャルリー・エブドというドキュメンタリー映画が作成された。試写会に参加したカビューの妻ベロニク・ブラシェカビューは、彼らは自分たちがしていることがいかに重大なことか、その危険性をよくわかっていた。言論の自由のために犠牲を払った彼らがどんな、 仕事をしていたのか知ってもらいたいと語った。2018年12月1日、カビュの生誕地シャロンアンシャンパーニュに彼に捧げるマルチメディア図書館が開館。デュルッシュにちなんでデュルショテックと命名された。2019年4月1日まで1年4ヶ月に渡って開催される第1回企画展ではカビュの若い頃のデッサン約80点が展示される。 ノッポのデュデュッシュを描くカビューノッポのデュデュッシュシリーズカトリーヌシリーズボフシリーズトントンシリーズその他のアルバムありがとうございます